写真拡大。ヤクルト4の3阪神、6日、神宮球場。静かに言葉を紡いだ。帰り道を急ぐ4番に注がれた大声援。その渦の中に、阪神大山のか細い声は消えていった。いい当たりで終わっていてはダメなので、先生だも、勝利に導いてこそ輝く一打だ。チームの連敗に、言葉は弱々しかった。柔らぐ表情を、一塁上で必死に引き締めていた。待望の一打。大山が29打席ぶりの敵地打を放った。場面は初回。一四一、二塁の後期で打席が回ると、二球目だった。内角寄りの147キロ直球に反応した。ここ何試合か、内容も結果も良くなかったので、探し続けていた自分自身の打撃。右線への二塁打で二走糸原を迎え入れ、試合を動かした。三打席目も捉えた当たりを放ったが、もう人伸び足りず中飛。外野の頭を越えるか、越えないかは、天と地の差があると唇を噛んだ。開幕から4番を任され続けてきた。苦しい時も、嬉しい時もあった102試合。この日で445打席が終わり、プロ入り3年目にして初めて年間の規定打席に到達。まだ試合はあるので、目標を超えていく。そして新たなる戦いへ。次戦は勝利を呼び込む。